キャブタイヤケーブルとは作業現場などにおいて、通電状態のまま移動可能な電線。キャブのタイヤのように丈夫なゴムで被覆されていることが、由来とされる。キャブタイヤの表記も見られるが、語源からすると誤りである。絶縁の被覆材料の素材は、ゴム系とビニール系があり、用途としては、動力用と制御用がある。キャブタイヤケーブルの構造は、 胴体とその周りを包む絶縁体、さらにその周りを包むシースからなる。ケーブルを構成している素材や進数が変わることによって許容電流が変わる。それに応じてケーブルの柔らかさや強さが変わり使用する用途も変わる。素材は大きくゴム系とビニール系に分けられるが、素材の違いとグレードによって特徴が異なる。また、 一般的に使われる略号も、この素材に応じて分けられている。その他に、地球環境に配慮した、エコキャブタイヤケーブルもある。このようなキャブタイヤケーブルは、EM を、電線名称の関して、従来のケーブルと特別する。素材による違いゴム系、キャブタイヤケーブルは、CT、RNCT、PNCT の3種類に分けられる。 グレードによる違いグレードによってケーブルの頑丈さが変わる。この一種と二種のグレードが最も汎用的な低圧用で屋内で使用されることが多いが屋外でも使用可能。絶縁体、シースどもにビニールのキャブタイヤケーブルで VCT、VCTF の2種類に分けられている。 ゴム系に比べ、耐水性等に優れ、主に FA 関係工場の自動化用の機器の配線等に使用されている。他にも VCT、VCTF には、柔軟性、耐年性、耐震性、耐ノイズ性、耐熱性に優れたグレードのケーブルもある。また、地球環境に配慮したエコキャブタイヤケーブルも開発されている。従来のケーブルと比べて、寸法、 電気特性に変更はなく、同等レベルの所得性を有している。VCT、VCTF の違いは、電圧の違いである。300V 以下の電線は、コードと呼ばれている。シースは、英語で、オウを意味する、シース、シーズであり、ケーブルでは、シーズドケーブルなどと呼ばれる。ありがとうございます。